平子さん日本共産党き今日はですね、東京外郭環状道路について伺いたいと思います。え公共事業についてはですね、え予算化の判断に資するための評価。 新規事業採択時評価、そして事業の継続または中止の判断に資するための評価、再評価、および改善措置を実施するかどうかなど、今後の対応に判断に資するための評価、完了後の自後評価を行うことになっていると聞いています。この東京外角環状道路についても、国土交通省関東地方整備局事業評価監視委員会が、昨年9月に3回目の事業再評価を行ったと聞いております。 では昨年の再評価の際のこの東京外環道の事業費総額はいくらになったのか、併せて当初計画と比較した場合の増減額も示してください国土交通省宇野道路局次長。お答え申し上げます。昨年9月,の9月3日の事業再評価における東京外環の関越から透明間の事業費は約2.4兆円でございます。 当初計画と比較した場合、平成28年5月の事業再評価において、本線トンネルのセグメントおよび床版構造の変更等により、約0.3兆円の増額、昨年9月の事業再評価において、中央ジャンクションにおける地中各部の断面形状および広報の変更等により、約0.8兆円の増額があり、当初計画から約1.1兆円の増額になっているところでございます。 田さん、はい、当初、計画から1.1兆円の増額で、えー、約2.4兆円もの、えー、総額の事業となっていると、あの当初、1メートル1億円の事業だと言っていたわけですけど、今や1メートル1.5億円かかる。 事業に膨らんんででしまっていいるととうことなんですねでもう一点え、事業再起評価について関わ,りあ関わって伺います。この事業の実施に要する費用に対して、この事業の実施によって社会的に得られる便益の大きさがどのくらいあるかを見るものとして、費用便益分析というのが行われていて、まあ、これ、公共事業の評価で主として使われている指標で、費用便益比、BYC というのがあるわけですけど、じゃあ、この東京外郭環状道路については、 どうなのか今回の再評価でいくつになったのか、お答えください宇野道路局次長。お答え申し上げます。費用便益費、いわゆる B/C は、事業評価における要素の一つであり、走行時間の短縮など、直接的に貨幣換算することが可能な便益のみを費用で助したものでございます。昨年9月3日の関東地方整備局事業評価監視委員会において、 東京外環の関越から透明感をご審議いただいた際にお示しいたしました、費用便益比は1.01でございます田さ点1.01とで、これ、先ほどご説明あったとおり、この費用便益比っていうのは、事業に要した費用の総計に対する、事業から発生した便益の総計の比率なので、値が1以上ならば、 あのこの事業は妥当なものと評価されるわけですけど、逆に1未満となると、妥当性が疑われるというわけで、この1.01っていうこの指標というのは、かなりぎりぎりだと、で、実際ね、新規事業採択時は2.9だったんですで、前回の再評価時は1.9だったのが、今回の再評価で1.01と、どんどん下がり続けていると、総額事業費も増えていて、この費用便益費は あのどんどん指標が下がってきてしまっている、悪化している状態です、でしかも、これ、昨年9月の時点の評価額なんですけれども、その直後の昨年10月に、この工事現場の地上で陥没事故が発生をいたしました、資料をご覧ください、昨年10月18日に、調布市の工事現場の地上部付近で、道路と住宅のガレージに巨大な陥没が発生いたしました。そして これだけで終わらずに、ですねさらに11月には、陥没場所から約30メートル北側のルート上の地下に、長さ30メートル、幅4メートルの巨大な空洞が発見されて、で南側でも長さ27メートルの空洞が見つかりました、でさらに年が明けた今年1月14日にも、同じこの地域の公園の16メートル地下で長さ10メートル、まあ、この地域で3つ目の空洞が見つかるという大事故が。 起きているわけですけれども、このシールドマシンがこの地域通過したのが昨年9月中旬ごろとで、その前の8月ごろからこの地域では、大きな振動、騒音、低周波音が広い範囲で発生していてと、で周,周辺住宅の外壁タイルが剥がれたり、地割れなども起きていて、えー 低周波音症候群の症状を示す住民もいたとで、その上で10月についに陥没事故が起きて、さらに空洞の発見も来たという、もう第惨事なんですけれども、この工事、大震度法により、いわゆる断震度法により、通常利用されない地下、大震度だから地上には影響がないって言いながら、地権者に何の断りもなく工事が進められてきたわけです。けれど実際ににはこの工事により これだけの生命、財産の危機にさなまれる状況になってしまっている、まあ、とんでもない事態なんですけれども、当然、この影響が出たすべての人に保証しなければならないと思うのですが、この保証方針、どうなっているでしょうか<上>宇野道路局次長。お答え申し上げます。今回の陥没空洞により甚大な社社会会的影響が生じてていることとを踏まえ東日本高速道路会社として 早急に社会的不安を解消し、住民の皆様が被った被害を回復するため、広範な保障の枠組みを事業者独自に設定し、住民に寄り添った形で保障を行っていく方針と承知しているところでございます。具体的には、建物等に損害が発生した場合に、原則として従前の状態に修復・復元するなど、現状を回復することに加え、 家賃減収相当額や地盤補修工事完了後において生じた不動産売却損、疾病等による治療費など、実際に発生した損害についても保証すると聞いております。また、地盤補修については、確実に補修を行うため、緩んだ地盤の直上から工事を実施する必要があると聞いており、今後の調査によって地盤補修範囲を特定しつつ、その範囲にお住まいの方については、仮移店または事業者による 買取等をお願いいいいさせていただいているところと承知しておりますこれら補,修補償、補修にあたっては、事業者において住民に寄り添った形で、個別に事情を丁寧に屋いし、誠意を持って対応するものと承知しております木田さん。まあ個別に対応ということで、方針示されたわけですが、じゃあ、その保証件数、保証額というのは、全部でどの程度になる見込みなのでしょうか。 宇野道路局次長今般の調布市でのあ陥没に対する補償につきましては、陥没空洞箇所周辺にお住まいの約1000世帯を訪問し、個別に状況をお伺いし、対応を進めていると承知しております。具体的には、建物等の損害への対応については、家屋中間調査をご希望の方が全体のおおむね4分の1程度あり、 現時点でこの家屋中間調査が概ね完了しつつありますまたそのうち約二割で補修を実施中もしくは完了となっておりますこのほか地盤補修のための仮移転や買取へのご協力の依頼家賃減収相当額や疾病等による治療費など実際に損害を被られた方への補償対応を実施していると承知しておりますなお具体的な補償額については現時,点現時点では算出できる状況にはございません 田さん現時点では、具体の補償額算出できる状況にはないと、まあ、個別の調査、進んでいる最中だということですが、ただね、これ、先ほどの方針でも、実際に損害被られた方を対象に個別に保証するんだと、まあ、丁寧にやるんだとおっしゃっているわけで、まあ、これはこれで重要なんですけれども、先ほど申し上げたとおり、この事故というのは単に穴開いたところだけではなくって、後半にわたっていて、 地域全体に影響が及んでいると思うわけです、で実際、この地域全体の,、まあ、あの地価だって下がる懸念だってあるわけですから、実際にその家屋が損傷しているかどうかとか、その家賃の減収があったとか、収入の減収があったかどうかだけではなくて、やはりこの地域全体が被害に遭っていることを踏まえて、地域全体の保障というのが私、必要じゃないかと思いますが、国副大臣、いかがでしょうか。 大西国土交通副大臣東京外環事業におきまして昨年10月に調布市において陥没が発生したことについてご不便やご苦痛をおかけしている中期地域住民の皆様に心からお詫びを申し上げます今回の陥没空洞により大きな社会的影響が生じていることを踏まえ事業者であるネコスネク NEXCO 東日本においては速やかに社会的不安を解消し住民の皆様が受けた被害を回復するため幅広い保障の枠組みを事業者独自に設定し住民に寄り添った形で保障を行っていく方針と承知していますまた NEXCO 東日本からは様々に事情が異なる住民の方々を 個別にお伺いすることにより、きめ細やかな住民の方に寄り添った対応が可能であると聞いています。国土交通省としては、住民の方々の不安を取り除けるよう、有識者委員会による報告書を踏まえて、ネクスコ・東日本が行う今後の進め方等の検討及び住民の方々への説明について、 最大限協力してままいりますなお、ご迷惑をおかけしている地域全体に対して、補償すべきとの提案をいただきました。保証は家屋の損傷など、具体的な被害が生じている場合に、個別に行うものと考えていますが、地域全体の課題がある場合には、地元自治体から丁寧にお話をお聞かせいただいた上で、対応の必要性について、 当該自治体と相談してまいりたいと考えております木田さん。 地元自治体と相談してということですが、もう地元住民の皆さんは地域全体の補償を求めているわけですから、早急に検討していただきたいということを申し上げたいと思います。まあ、いずれにしてもです、ね、この補償総額、いくらになるか、現時点では分からないということなわけですが、まあ、さらにこの費用という面で言えば、陥没事故に伴って、先ほど地盤補修を行うとおっしゃってました、じゃあ、これにかかる補守費用というのは、いくらぐらいになる予定ですか宇動道路局次長。 お答え申し上げます有識者委員会の報告書において、地盤の緩みが生じている可能性のある範囲については、地盤補修予定範囲として、引き続き調査を実施し、補修等の措置が必要となる地域を特定していく、補修工法については、今後、具体的に検討していく必要があることが示されており、現在、事業者において調査および検討を行っているところでございます。しいまして 現時点では地盤補修等にかかる費用を算出できる状況にはございません。木田さんまあ算出できる状況にないと、でそもそもです、ね、この地盤補修というのはあの、単純に補修するためだけじゃなくて、工事を継続するための,あの地盤補修だっていうんですけど、これだけの事故を起こしてなお、この工事を続行しようとしていること自体、私は信じ難い思いなんです。で 実際、現時点ではシールドマシンはこう止まっている中、中断しているわけですけど、となると、工事完了時期だって、いつになるか分からない、どんどん伸びていくだろうということが予想されるわけなんです。まあ、こうした状況も踏まえて、ですねこの事故が起きた後、だから昨年9月の事業評価時点での総額事業費、まあ、膨らんでたわけですけど、事故が起きた今、さらにこの総額事業費、あの事業総額、 増えるんじゃないいいかかと思いますがいかがで、すすか宇野道路局次長お答え申し上げます今般の陥没事故を受けた陥没空洞地域周辺で影響を受けた各等への補修や地盤補修への対応や、有識者委員会で取り,取りまとめられた再発防止策の確実な実施は、事業費の増加要因となる可能性があると認識しております。一方で 今後ととともコスト縮減に努めることとしており現段階では、業費を見通せる状況にはございません現段階ではまずは家屋保証など必要な保証を誠意を持って対応しつつ、工事により影響を受けた地盤の補修などを行っていく必要があると認識しております木田さんまあ増加要因になるということでした、これだけね、事業費がこう膨らんでいる、もう費用便益費も悪化している、さらに悪化する可能性もある。やはり 国交副大臣もうこの事業中止するべきではありませんか端的にお願いします大西国道交通副大臣東京外環の関越から東名道間については関越道中央高速東名高速を環状方向に結ぶ首都東京の根幹となる道路ネットワークを構成する重要な道路ですこの通路はこの道路は 都心方向に集中する交通を適切に分散し首都圏の慢性的な渋滞の緩和に効果を発揮するとともに物流の効率化や生産性向上などの効果が見込まれる首都圏にとって必要な事業と認識しておりますこの区間の事業評価については昨年9月の事業評価監視委員会の審議を経て事業者として 事業継続の対応方針を決定したところですで事業評価において、費用、便益費は、いわゆる BYC は重要な要素の一つですが、事業評価は BYC 以外にもさまざまな効果、例えば物を配達する等々、さまざまな問題があります。 そういった効果などを含め、総合的に評価するものだと考えておりますはい北さんいや、もうあのですね、BYC、本当、悪くなってるだけなんですんで、事業費も増える一方なわけですね、これね、もう事業、見直すしかないと思うんです、最後、あの時間なんですけど、総務大臣、一言、やっぱりこういう継続ありきじゃなくて、中止も念頭において、事業再評価、急ぎ、必要だと思いますが、それについて一言お答えいただいて、質問を終わります、はい、時間でございますんで。 終いりいや